はいどうも、カッパ園長です。じゃあ何日か前にね、この小池百合子東京都知事のね、無保証、保証人不要で、しかも担保も不要で、だから保証人不要の無担保でこの1500万円、ね、この外国人って書かれてますけど、メインはこの中国人ね、中国人起業家の資金調達、ね、支援しますっていう、そういうなんかプロジェクトの話したことあったじゃないですか。ね、案の定ですけれど もう今中国で、ね、もう話題になってるんですよ。日本の東京で、ね、外国人が起業すると東京都が保証人なし無担保で1500万円貸してくれるらしい、うえーって盛り上がってんだってそらそうだろね、これはまあ前のね、このニュースお伝えした時もね、まあ、僕のこの動画ご覧いただいた方、このコメントたくさんくれまして、まあ、ほとんどの人がね、いやもうこんなもんね、もう帰ってくるわけがない、まあ、もうただこのくれてやってるだけだと、うん、でしかもこれね、なんだったらこれ日本にいなくてもいいわけですからね、中国にいながらね、申請、しても確か1500万円最大で、ね、受け取ることができるみたいな、だからそういうなんかシステムになってたはずなんですよ、うん、なんなんて、そこまでしてこの中国人にこの、ね、金をこのじゃんじゃんばらまく、そんな必要がどこにあるんだよっていう話を、ね、させていただきましたけども、で、まあ、案の定中国人がね、うん、目ざとくというか、まあ、当然中国向けにね、うん、用意したもんですから、うん、それは気がつきますよね。よっしゃと、うん、外国人起業家の資金調達支援事業実施っていうプロジェクトの、この詳しい詳細っていうんですかね、この要項が上がってきたんで、これちょっとね、画像見にくいと思いますけど、ちょっと見ていきましょうかね。なんて書いてあるのかな。この要項は外国人が東京で起業しやすい環境の整備を図るため、東京都が統括支援機関及び取扱い金融機関と連携し、経営と金融との両面から外国人起業家に対し一貫した支援を行うと、外国人起業家の資金調達支援事業の実施に関し基本的な事項を定めることを目的とするってあるんですよね。まあ、他にも細かくいろいろとね、つらつらと書かれてますけども、まあ、興味ある人はね、実際にそのなんかオリジナルっていうかね、まあ、東京都のね、このサイト、ウェブサイト行けば、外国人起業家資金調達支援事業実施要項とかっていう風に当たっていけば、多分ね、PDF とかあるはずなんで見れると思いますんで、個人的に確認していただきたいんですけども、まあ、ここでやっぱりこのどういう人が対象者、ね、この支援対象者の条件ですよね。うん、これがな、第5条で、まあ、一番、なんだろう、まあ、紙面を割いてるというか、いろいろ細かく書いてるっぽいんですけども、本事業の支援対象者は次に掲げる条件をいずれも満たす外国人起業家とすると。1、東京都政策企画局において事業計画の認定を受けていること。2、日本国内において創業した日から5年未満。日本国内において個人で創業し法人化したものは個人で創業した日から5年未満とするであること。一応日本にいる人限定なのか。でもなんか抜け穴があるみたいなニュースあったんだけどな。で、事業活動の制限を受けていない在留資格を有していること。ただし国家戦略特別区域法16条の6第1項の規定の適用を受ける出入国管理及び難民認定法第7条の2第1項の申請により交付された在留資格認定証明書を提出し、入管法第6条第2項の申請に対して経営管理の在留資格の決定を受けた外国人については、創業活動を経て入管法第21条第1項の規定により、在留期間の更新を受けていること。ちょっとなんか素人には何のこと言ってるか全然わかんないですね。で、4番目が、東京都内に本店または主たる事務所を置く法人の代表者であること。5以下の事業には該当しないことって、まあこれは宗教、教育、その他宗教活動に該当する事業なんか笑っちゃう、なんかニヤッとしちゃいますねで、あと政治活動に該当する事業、
違法もしくは適法性に、疑義のある事業または公序良俗に問題のある事業、公的な資金の使途として、ね、社会通念上不適切であると判断される事業、この風俗営業等、ね、規制及び業務の適正化等に関する法律がある場合、あと現在か将来にあたって暴力団員等、まあなんかこの辺は特に怪しい感じはしないけれどもな。で、まあ法令等で定めるこの租税についての未申告滞納がないこと、まあ一応なんかもっともらしいことは書かれていますけどもね。で、これなんでこの帰ってこない帰ってくるね、だってあげるわけじゃないですからね、融資なんで当然この一応建前としてはこの返してもらわなきゃいけないんですけども、これ別の話で、これ今度この東京都 この都立病院 この医療費、まあ似たようなっていうわけじゃないんですけども、要はこの外国人 この踏み倒しがもう横行していると、当たり前のように、この私債権放棄、まあ、ニアイコール、まあ、回収不能、だからもう諦めたっていう意味ですよね、っていう金額がこれ書かれてるんですけども、毎年全体の4割が外国人なんですよね。だから右側のこの未収入金、要は外国人占有率 16% になっているんですけれども、要は日本人からは回収できているっていう意味になるんですよ。だから要は例えばね、この融資を受けた、ね、どこぞのこの外国人帰国すると回収できないってことなんですよね、っていう前例がもうすでにあるっていうことなんですよ。だから結局ね、今日本国内でさ、ね、この外国人によるこの犯罪もうやたらめったらっていうか、もうほぼほぼ毎日全国どっかで起きてますよね。だからこの夏、まあ、この農産、ブドウとかさ、ね、桃とかさ、もうなんか相変わらずかっぱらわれまくってるじゃん。一向に止まんないですよね。やまんないじゃないですか。ね、どうなってんだよって話じゃないですか。あんなもんだってね、この盗んで、あとはまあその盗んだものをね、この裁く。裁ききれるか裁ききれないか、ね、いくらの金になってるのかそれは知りませんけれども、ね、だから結局今回のこの融資のこの焦げ付き、ね、焦げ付きって言ったらあれですけども、鼻からもうバックれるつもりで、ね、申請を上げて、ね、この融資を受ける、ね、そういうやからばっかりのはずですから、でなんでそこまで言えるのかっていうと、もうすでにこの医療費の件で、ね、なんていうのかな、仮パクじゃねえや、まあ、要はそういうことですよ。返せって言ってるのにこの返さず、払えって言ってるのに払わずに、ね、本国に逃げ帰っちゃうっていう。でその後また堂々と、ね、このなんかこう知らんふりしてこの入国することもできるわけでしょ。何やってんですかね。ね、日本政府も東京都も。だからもう間違いなく1500万円も、ね、こういう内容、こういう流れになると思いますよ。だって普通に考えてさ、ね、無担保保証人なしで、ね、返済すると思います？中国人が、何やってんだかね、本当ね、でね、今回ね、これ実際この東京都議の人がね、この上田さんという方がなんかこの声を上げてらっしゃるんですけども、そもそもが中国で騒ぎになってからこの声を上げられている、いやもしかしたらもうずっとね、この前々からね、危険だ危ない、こんなこと通してはならないって、この都議会とかでも声を上げてらっしゃったらね、話は変わってくるんですけど、どうもそうじゃないんですよね。これは都議会の承認得てるんですよね。で特に反対もなかったみたいなんですよ、通過した時には。で中国で騒ぎになって聞きつけて、あこれはまずいっていう流れだとしたら、これご自身にブーメランですよね。寝てたんすかねって話になりますよね。あとまた別な議員の方で、この小島さんっていう方も、今度はなんか、まあ、そんな危ない話じゃないと。まあ、外国人起業家の資金調達支援事業の件について、ね、この恣意的にこの悪意を持ったこの誤解曲解が多くて、ほとんどの都庁都議会関係者は冷静に捉えているのが現状だと。
そんな騒ぐような、ね、よく知らない素人がね、うん、この無、保証人なし、ね、無担保でっていう部分だけ、ね、この飛びつ食いついて、ね、無駄に騒いでんじゃねえよっていうことを、ね、言いたいんだろうけれども、いや、無担保保証人なしで外国人に金を渡したらどういう結果を生むのかっていうのがもうこの医療費の件で証明済みなわけでしょ、うん、どう考えてもこの新たな愚策ですよね。都税を、都民の税金を無駄に食い潰すのをね、これはもう全力で止めなきゃならないと思うんですけども、いや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 、遅いっすよね、遅いし、ね、このなんか堂々と開き直ってなんかしょうもないこのなんかへりくつこねくり回してさ、ね、言い訳してますからね、うん、これあれか、都議会も、ね、この乗っ取られた経過都議会すらもこの壺議員だら、あ、壺じゃねえか、うん、まあ大陸、ね、この媚び中税に占められちゃってんのかな、うん、まあ都知事からしてあれですからね、うん、ね、だからね、外国人、中国人への担保もなく保証人も不要で1500万円という多額の融資っていうプロジェクト、一納税者として、ね、国民として、ね、とてもじゃないけど冗談じゃないですよと、うん、え、単純に不安じゃないですか。どう考えても仮パクされますよね、うん、どうしてもね、どうしてもね、この中国に媚びなきゃやってらんねえんだって都議の人たちは。そんなもんか、うん、もうちょっとこの早く動いてもらいたいですよね。バレちゃ仕方ないってこの言い訳まで始めちゃったから、もうこれはもう完全に黒でしょ、うん、残念ですね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。